はいどうもこんにちは、ナナユウです。本日も数学の解説をしていきたいと思います。範囲は数学2の対数の計算ですね。一通り対数の計算をマスターした向け、人向けに、動画を作っています。対数の計算というと、対数公式と定の変換等を、マスターして一通り計算ができるということですね。対数のところっていうのは対数方程式とか不等式、それからグラフを書くことで桁数の問題とかやって、大体終わりだと思うので、それほど難しい単独でね難しい問題っていうのはあまりないかなと思うんですけれども、数算で計算が必要になるので、しっかりとマスターしておく必要があります。で、大体融合が難しい問題になるんですけど、唯一そのログの範囲の中で単独で難しい問題というのは代償比較があります。で、代償比較は、数算の微積分を使えば結構簡単に解決できる時もあるんですが、数 1A に B の範囲でやろうとすると結構難しかったりします。その辺のうまいテクニックですね、を解説したいと思います。それではまず A からいきます。1番ですね。ログの計算はとにかく定を揃えるというのを教わっていると思うので、ログ68とログ34というふうに定が異なってますよね。で、3に揃えるか6に揃えるかっていうと、基本的に小さい値に揃えるわけです。で、進数の部分を見ると8と4なので、これ、定の変換でログ2に揃えてもいいかなと思います。したがってログ、68、これどっちから引いてもいいと思うんですけど、ログ2に揃えます。つまりログ26のログ28で3ですね、マイナスログ23のログ24で2ですよね。で、通分するとログ26とログ23が分母に来て、3ログ23引く2ログ26と、ということで分子がとりあえず、定が揃ってるので、まとめます。つまりログ2の、3の3乗で27マイナスログ2の、36ですね。で、分母はもうこれログ2の値が何であろうとプラスなので、代償比較には関係ないです。この値はプラスですので、分子の値によるわけですよね。で、分子の値を見るとログ2の、36分の27となって、で、これ1より小さくなりますよね。つまりログ2の、1よりも小さい値、2は増加関数なので、こうなってこれ0ですから負ということになります。したがってこの値が負ということはログ34の方が大きいということになります。これは比較的優しい部類に入るかなと思うんですけど、もうすでに括弧2から結構難しい問題になるんですね。で、括弧2の問題に入っていきます。これはまずその指数のものと対数のもので、ログを取るとログログになってしまうし、どうやって証明したらいいかちょっと戸惑いますよね。で、ただその目をつけなきゃいけないのはログ232っていうのが揃ってるっていうところですね。ログ32というのを一つの値として t と置くと、fx イコール2の t 乗と、gx イコール、2x という値の両方ともその ft の値になってるってことです。つまり ft と gt の値の代償という問題になるわけです。で、fx と gx は同じグラフを、同一平面に書くとどういう状況になってるかっていうと、両方とも1の時に2を取るわけですね。なので、片っぽはこういう増加関数になっていて、片っぽはこういうふうに1次関数になって比例になってるわけですよね。で、1のところを通るわけです。で、この1のところでの状況がどうなってるかっていうことが問題なわけです。もしこれ1のところで
こういうふうに、まあ、近似ですごくその、拡大して書いたとすると、まあ、こうなってたら傾きがこうなってて、傾きこれが2で、つまりこれが G の方ですね。でこれが F になってたとしたら、1より小さい値では x イコール1より小さい値では F の方が大きいということになります。で逆に1の時に、2よりも傾きが大きかったとしたら、傾きが2でこれがその F の値だとしたら、1より小さいところで F の方が小さいということになります。つまり G の方が大きいということになります。でこれは微分してみればわかるわけですね。だから F' の、X を計算すると、2の T じゃないですね、これ2の X 乗ですね、2の X、 これログ2になりますよね。なので F' の1を計算すると、これ2の1乗かけるログ、E2 ですよね、これね。で数算やってないとちょっとこの値わからないかもしれないんですけど、ログ2っていうのは2は 2.7 なので、2.718 とかっていう値なので、この値は1より小さいわけです。ということで2より小さくなるわけですね。だから、どっちの状況になってるかっていうと、まあ、こちらの状況になってるということが言えるわけです。傾き G の方が、大きくて、まあいずれね、いずれこの越すわけですけど、まあ最初この2のX 乗の方が、小さいわけですけれども、まあ、指数関数ですから、いずれ追い抜いてこんな風になるわけです。でもこっちの方の点じゃないってことですね。つまり1はここにあって、で今 t の値っていうのはログ32ですから、これ1より小さい値ですね。 t はログ32ですから、ログ33よりも小さいので、これ1より小さいわけです。だからこの辺にある値です。とすると F と G の値では、F の方が大きいということになって、結果的に、2の T 乗と、2T では2の T 乗の方が大きいと、ということで、結果こちらの方が大きいということが言えます。いいですかね。これ微分使わないと、非常に難しくなるんですよ。これ微分を使わないでやろうとすると、どういうふうに証明したらいいのかっていうと、まあそのどっち、まずどっちが大きいかをちょっと見当をつけなきゃいけないんですけど、その見当が外れると、その評価が無駄になるんですね。でそういう意味ではまず難しいです。でそうですね、まずこれ普通にじゃあ、2、まあでかい方が2ログ32なんですけれども、これからこれを引いていきますね。でログ32っていう値は、これこのままじゃ計算できないので、これログ32っていう値はログ3の3でこう評価するとルート3よりも、ログ32の方が大きいですよね。2とルート3で2の方が大きいの、これ 1.7 ですから、約なので、これは2分の1じゃないですか。だからこれは若干2の2分の1乗よりも大きいみたいな形になって、まあ、結局これルート2になるってことですね。結局2の2分の1乗だからルート2マイナス2ログ32という形に、上から、まあ、下から評価できる。でルート2でくくると1マイナスルート2ログ32っていう形になります。で今これを例えば示せば、完全に終わるわけです。もしこうなったら、ちょっと方針を変えなきゃいけないわけですけど、うまくこれ証明できるんですね。でここの部分がプラスってことは言えればいいんですが、これは1マイナスルート2ログ32っ
ていうのがプラスということと同値で、これは、ルート2ログ3にの値が1より小さい、つまりログ3にっていう値が、ルート2分の1ですよね。つまりこれログ3の3のルート2分の1乗ということになって、結局2とルート3のルート2分の1乗の代償比較になって、これ同値ですよね。これも同値ですよね。で、これルート2、ルート2乗すれば2のルート2乗が3という形になります。でこれは2のルート2乗は、ルート2っていうのは 1.4 ですから、2の、2分の3乗よりも大きくて、2分の3乗っていうのは 1.5 ですから、2ルート2ですよね。で2ルート2ってことはこれ 1.4 なので 1.5×2で、つまり3よりも小さいってことが言えて、これが証明できたわけです。これ難しいですよね。でそもそも最初の段階でログ32が2分の1よりも大きいっていう発想がそもそも出てこないわけです。ここの部分ですね。この部分の発想が出てこないと、なかなか証明が難しいんじゃないかなと思うんです。で、ログについて覚えておいてほしいのは、こういう代償比較が、問われる場合があるわけです。数三でも、もちろんその不等式の証明の時に、こういったそのログの評価が出てくることがあるんですけど、これまだこの評価って甘いですよね。これ2をルート3に変えただけなので、これで証明ができたからいいものの、2とルート3、1.7 の間にはまだ若干の余裕があるじゃないですか。だからこれで証明できない時ももちろんあるわけです。じゃあどうするかっていうと、ログ32という値を、もうちょっと精密にする方法を考えたいと思います。これは、結局その 2を3の何乗で表した時にどうなるかっていうので、2の何乗と3の何乗の形のこの m の整数で、近い値を見つけるんです。例えば、2の5乗って32ですよね。で3の3乗ってこれ27だから、これ割合と近いじゃないですか。でこうなってますよね。なので例えば2の5乗を、3の3乗で、評価すると、2の5乗は3の3乗よりも大きいっていう形になるんですが、2は3の5分の3乗という形で表せますよね。したがってこれはログ32っていうのはログ32のところに3の5分の3乗を入れてあげればこうなるわけです。なので5分の3よりも大きいという、先ほどの2分の1の評価よりも若干いい評価ができます。こういうふうに言えるわけです。これ M と N を精度を高めてあげれば、ここの精度を高めてあげればいくらでも近似値が作れるわけですよね。昔の人って結局対数のこの近似計算、対数の値を出すのにこの類乗の指数をひたすら計算して近似値を出したわけです。だから少しの程度の桁数だったら我々にも出すことはできるわけです。例えばログ10の値っていうのは、頻繁に出てきますよね。ログ12の値、桁数の問題でよく出てきますよね。ログ12の値は 0.3010、これ暗記してる人多いと思うんですけど、ログ12の値は 0.3010、おっさん冷凍って覚えるんですけどね、ログ10の
3は、0.4771 と、オフサンレートされても死なないって覚えるんですけどね。まあこの値は科学なんかでも出てくると思うんですけど、この値を知ってると最高位の数字なんかが分かったりします。で、なんで 0.3 になるのかっていうのはあまり考えたことないと思うんですけどね。これ若干 0.3 より大きいじゃないですか、この値って。で、これって2の10乗が1024で、1024が1000、つまり10の3乗よりも若干大きいということにを意味しています。これで10乗根を取れば、2の10乗根を取れば10の 0.3 乗になりますよね、これね。それでログを取ればログ12は、つまり 0.3 より大きいということになるわけです。なので 0.3010 ですね。この10分は24の分ということですね。この部分がここに反映されて、もちろんこれで止まってるわけじゃないですけど、これ無理数の値なので、ずっと続きますけどね、この24の部分が。まあそういったその近似の手法というのがあります。だからまあこうやってその証明ができるんだっていうことを、覚えておいてもらえればいいかなと思います。はい、じゃあ、次に、B の問題の方に入っていきます。で、 B の値は、60の31とルート二重混合ですね、ルート1たすルート2っていう値ですけれども、もはやこれなんか全然違う数じゃないですか。で、もうこうどうしたらいいか見当がつかないわけですね。1たすルート2のルートの値をログ10の定で変えようとすると、10のルート1たすルート2乗っていう形になって計算ができませんよね。なのでもうこれはこちら側を評価するしかないんです。まあその評価の仕方を知っている人はこの値をまあできるだけ分かりやすい値に変換して考えるっていう発想が出てくるわけです。まあこの辺の数学の感覚というのは、まあ、たくさん数学をやってる人にしか分からないかもしれないけど、31ってルート10の値が 0.3.16 っていうのを知ってる人はこれ強いですよね。つまりログ10の 31.6 よりも若干小さいわけです。で、これほぼだからログ10の10ルート10ですよね。ということで10ルート10というのは10の2分の3乗なので、これ10の2分の3乗なので、この値って2分の3よりも若干小さい値だっていうことがわかります。ほんと若干なわけです。だから、ルート1たすルート2という値と、2分の3という値がまあ多分こうなるんだろうなというふうな仮定で議論を進めていくということになります。これはあくまでも仮定ですよ。わからないですけどね、わからないですけれども、まあこれで証明ができないんだとしたら、まあ、逆転してるんだとしたら、ちょっとどうしようもないかなと思いますが、まあこの過程のまま進んでいきます。つまり2乗して自動値変形をして1たすルート2が、4分の9とで、ルート2は、4分の9マイナス4分の4で4分の5で、1.25 という形になって、4分の5、ちょっと待ってください。これ4分の9で、4分の5がルート2よりも大きい、ちょっと待ってください。いや、これ小さくも見積もったんだから逆ですね。ごめんなさい。仮定は、こっちの方が、
これこうしたいわけですよね。こうしたいわけですよね。で最終的にログ1031の方が小さいっていうふうに言いたいので、ログのだからこれ2分の3よりも、大きくないと困るわけです。これが小さいとなるとそのまた別の方法を考えなきゃいけないので、これが仮定ですよね。でこれ2乗して1たすルート2が、4分の9と、びっくりしましたね。ルート2が1と4分の1よりも4分の5よりも小さいって出てきたので、これが要するに、ルート2が、4分の5よりも大きい。これ 1.25 ですから 1.25 よりも大きいってことが言えるので、これは成立しますよね。成立しますので、もともとの不等式がこの仮定が成立するってことが言えるわけです。これが成立して、したがってログ10の31が、ルート1たすルート2っていうことが証明がされました。そうですね。はい、ここまでいいですか。今 B まで終わった状況です。ちょっとね、いくつかトラブルがありましたけれども、なんとか証明ができました。はい、じゃあ次3番に行きたいと思います。大小関係でもその個数が大きくなると、非常に難しくなるんですね。ただ、その要するに大小比較する個数が増えるからですね。多い時には4つとか5つの大小関係を調べようみたいな問題も見たことあるんですけれども、でもそういう個数が多い時というのは基本的にポイントとなる数があったりします。例えばもう見てわかるようにプラスのものと負のものがあるとか、1より大きいものと小さいものがあるとか、その真ん中に1があるとか、そういうのでかなり最初の段階で絞れるんですね。そういうものが入ってることが多いです。っていうか入ってないとそれこそ見当がつかなくて収集つかなくなってしまうので、出題側も、それは考えて出しています。なのでやみくもにやるんではなく、その真ん中あたりにある数をちょうど分かりやすい値を見つけるっていうところがポイントになります。で例えばこの C の問題で言うと、A の値はこれログ2のカッコログ32ですよね。でログ2のログ32っていうこの値は、ログ33が1なので、1より小さい値ですよね。これね、1より小さい値にログ2入れたらこれは負になります。だからこの時点で B と C とは違うんだなというのが、気がつくわけです。これ B 計算するとログ23という値は今度これは1より大きいですよね。だからこの値はプラスになり、じゃ C の値はログ2のログ23という値なので、ここの値も1より大きくて、ログ2の値に1より大きくの値入れると正になるので、もうそのこの最初の段階で、A が負で B と C はここはわからないけれどもプラスの値だっていうのが分かっているので、最終的にここの比較だけになるわけです。ここの比較すれば、それで確定するということになります。ちなみに A たす C が0だっていうのは、これ気づいてほしいですね。 A たす C はログ2の、ログ32と足すログ2の、ログ23ですよね。なのでログのこの掛け算になるので、ログ32とログ23っていうのは、互いに逆数の関係にあるので1ですよね。つまりログ21で0になるので、この値とこの値はちょうど、同じということになります。だからここマイナス A ですね、マイナス C ですね、この値ね、ということが言えます。 C イコールマイナス A ということが言える。で最終的にじゃあどうやって証明するのかっていうと、これでも B と C はもうここの定が違うだけなので、これ分かりますよね。この真数の部分が一致していて、
累乗のこの定の部分が2と3なので、明らかにこれは C の方がでかいはずです。だって2の何乗かっていうので表した方が数がでかくなるに決まってるからです。3の何乗かで表すより、その例えば100という数を2の何乗で表すのと3の何乗で表すのでは、2の何乗で表した方がでかくなるに決まってるじゃないですか。なのでもうこれは C の方が大きいっていうふうに言っちゃっていいかなと思いますけどね。まあほとんど証明すべき内容は残されてないというふうに思いますが、一応念のために C-B を計算するとログ2の括弧ログ23とマイナスログ3のログ23ということで、まあログ2に、統一しましょう。ログ2のログ23マイナスログ2のログ23ログ2のログ23となりますよね。ということでログ23というのが共通に、出てきたので、これとこれ同じものですよね。とこれとこれ全く同じものなので、まあこれでくくっちゃうといいと思います。ということで、1マイナスログ23分の1かける、ログ2のログ23と。でこの値はもうプラス C の値はこれ、C の B の C の値ですかね、 C の値はプラスって分かっていて、あとはここを通分してログ23分のログ23マイナス1とかける C、 これもプラスだってことが言えるので、分子プラスですからね。なので、これで証明が終わりです。まあほとんど、C と B に関しては定が2の方が小さいので、C の方が大きいってやっても、まあ記述で問題はないかなと思いますけれどもね、そういう形になります。まあ、これで、まあ、全部解決という形になって、A と B と C ではこういう状況になっているということが分かりましたですね。はい、僕は結構これ意外に難しい代償比較だと思ってるので、まあ難しくない、まあ、それぞれね、個人差はあると思いますけれども、今言ったですね、そのログの比較の手法ですね、それをテクニックとして覚えておいてください。はい、以上です。ご視聴ありがとうございました。